イベントの後の2部、俺らきつないこれ。大丈夫そう？やばいでしょ。やばいそうです。池袋で年間10億の売り上げを誇るアーバンリリアン、アバライレンジを筆頭に1000万オーバーのプレイヤーが数多く在籍する伝説級のホストクラブ。そんなアーバンリリアンが所属するイケパラエンターテインメントが新宿歌舞伎町で運転2個の箱を借りて2部営業を実施。今回はその営業模様をお届けいたします。朝の歌舞伎町、そこには夜のネオンが輝く街とはまた違う異質な顔を見せている。店に入るとそこでは忙しく営業準備をする者、疲れからか生活リズムが乱れている者、朝方ならではの姿を見せている。てか2部営業で時間もめちゃくちゃ朝じゃないですか。眠さとかはどうですか？健康になりましたね。逆に生活リズム変わりました。そんな昼夜逆転してる人間なんで逆に健康になった気分しかないんですよね。逆にちゃんと夜寝てるっていう意味では割とみんなそういう感じなんですか？眠い人誰もいないですね。間に合いそうなんですか？そういう頑張るっす。間に合わないですね。間に合わせるっす。間に合わせる。もうなぜそもそも池袋で営業していたアーバンリリアンが新宿歌舞伎町で二部営業をしているのだろうか。その理由をマネージャーの光月玲乃に聞いてみた。池袋の本店の方が大改装ということでフロアが一新するということで、系列店の方の箱の、まあ、二部朝の方をお借りして今やってるんですけど、はい、そんな感じです。池袋は結構変わるんですかね？かなり変わるとは、はい、今のところ誰一人辞めずになんかみんな、うん、あのこっちで元気にやってて、うん、出勤率もすごい良くて、それも前と変わらないというか、うん、はい、すごい嬉しいですね。内勤がカラスとらしてもやっぱり向こうの良さを持ってきたまんまなんかこっちに来てるって感じですごい、うん、僕はすごい楽しくやれてますよ今。みんななんか結構でもゆっくり飲む感じですね。まだブーストがかかってないんですかね、ちょっとあの気合が足りないですね。朝でも変わらずに活気を見せる店内。朝方の営業についてキャストの方々やお客様はどう思っているのだろうか。狭いですけど、なんだろうな、お客さんもそう違うですね。やっぱ初回とかと一部だと大体みんなシラフで来るんですけど、うん、二部だとやっぱみんなベロベロの状態で来るんで、テンションを朝から上げた状態で行かないといけないんで、結構いろんな人が外観飲みながら出勤したりします。日差しとともに出勤するんで夜食の人って大体日光ダメなんですよ。だいぶきついなと思って、眠いんでちょびちょび飲みます。やっぱ後半にかけてみんな狂ってくるんですね。帰る時結構ベロベロっすね。一部の営業終わりって暗いからあんまり外で出ても疲れないんですけど、一部終わりやっぱ日差しがすごいんでそれで疲れちゃうってのと、今まで日中にやんなきゃいけなかったこと、買い物とかも早起きしないでそのまま終わったらすぐ行けるんで、それがパン屋さんみたいな生活してます。お客様も朝ホストどうですか？もう仕事終わりに。でも眠くても行きたくなっちゃう。リリアン今改装中じゃないですか、はい、今後どんなお店になってもらいたいですか？歌舞伎でもこうやって盛り上がってるんで今、まあ、どこでも通用するお店なんで、歌舞伎のどこのお店にも負けないぐらいお店にしたいなっていうのと、僕は歌舞伎も池袋もてっぺん取ります。かっこいい。朝でも変わらずナンバーワンを目指すという目標のため営業をするホストクラブ。そして今回お客様への誕生日プレゼントということでシャンパンをプレゼント。朝でも変わらずシャンパンコールが鳴り響く。はい、姫様、ちょっと早いんですけどおめでとうございます。当日ちょっとね、お祝いできないんで、その分と思って、おめでとうよいしょ。いっしょーい。では、次の時お知らせことは、カリスマザイ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 。そ
朝の営業でも慌ただしい店内、宅の雰囲気はどうなのだろう。なんか全然雰囲気が違いますね、一部違うっすね。あー確かに、みんな決まってきたんで。あーガン決まりっすよ。あーですね、来られる方みんなガン決まりで決まった状態で来ちゃうんで。昨日寝てる子いましたもんね。あ、いましたね。朝の営業でもしっかりラッソンを獲得する方も、場所や時間は変わっても発揮する実力は関係ない、そんなことを思わせてくれるアーバンリリアン。やっぱ朝のラスト間違えます。いや気持ちいいっすよ。朝歌うってやっぱいいっすね。そうっすね、本当にあの大草原で歌ってるような感じなんで。何の話ですかこれ。ラストン撮ったみたいになってますよ。空さんってどうっすか朝と夜の違い。まあ、いい意味でも悪い意味でもやっぱパッパラパッすよね、なんかみんな。これ悪い意味ばっかになっちゃうの。はい、意味でいい意味でもテンション高いんで、みんななんかナチュラルハイみたいな、酒入ってないのに酔っ払ってるテンションみたいな。ちょっと俺だけか。最後のお客さんをお見送りして激動の朝営業を終えるアーバンリリアンの面々。お客がいなくなった店内はいつもと変わらず、お酒が残ったカップはどこか寂しげ。池袋でも歌舞伎町でも変わらず営業する伝説級のホストクラブアーバンリリアン。今宵もホスト界に伝説を残していく。